今から、ワンツーワンツーワンツーと見せかけてフォアハンド、ワンツーで相手をしっかり真ん中、ね、ストレートを意識させてガードを内側にやると今度外側が空くので、うん、で外側からいきます。ワンツーで、ここまではしっかり、こっから空いちゃダメ、ね、こっからスタートしちゃう、こっからドン、ね、しっかり真ん中意識させて最後にで当てるところはでっかい拳、人差し指の拳一つでバチン、相手のテンプルをめがけて打ちます、ね、それを意識しながらやっていきましょう。はい、じゃあ今度は右ミドルフェイントからのジャンプストですね。まず2回蹴ります。フェイントしてジャンプ、ジャンプ、ここまで一緒、こっから強い強い左ストレートです。ずれながらジャブ1、2、そしたら相手がストレート合わせてきても避けられる、ね、OK、 はい、これやっていきましょう。フックと見せかけてボディ、ね、まずフック2回2回やったらここまで、ここまで一緒なんで 目線は上、片方のスイングをする。最初からボディフック下げて、普通のボディって上半身を沈んでボディ打ちますよね、じゃなくてフックの体勢でボディ打ちます。目線も上、あと距離もこの下にボディじゃなくてちょっと伸ばして、2回フックと見せかけてジャンプ、これ強いジャンプ、ここまで脇しっかり上げていきますよと見せかけてポン、脇を上げる、脇を上げて相手がこうちょっとね、今度はフックだからちょっとこうなるでしょ、ブロックこうなるときにここ開くんでポン、ね、クッで強いジャンプです。できたら僕は縦剣でやった方がもうしょうがないです。これはこう返しちゃうと肘が開いてバレちゃう、これでバレちゃうかもしれないんでポンってやった方が相手にバレにくいし、スペースもやっぱ横よりも縦の方が狭いので入りやすい。縦剣でトンって入ります。足の動きは斜めにこっちに行きます。これまっすぐだと文字にした時にポンともしかしたらもらっちゃう、カウンターとかもあるかもしれないんで、逃げながら手は相手のガードとガードの間にポン入れていきますね。この時縦剣です、ね、構えます。この時にあんまり遠いとも当たらないからちょっとバレないようにちょっと近づきます。後ろ足で思いっきりポンと飛ぶんですけど、この時に飛んでから打っちゃうともう遅いんで、先に手が出るようなイメージです。トントン、先に手が出るようなイメージで蹴当てるとここからつなげられるんで。なるほど、はい、ちょっとこれを相手のパンチ、まあ、この場合ストレートなんですけどジャブでもいい、それに合わせてこう前足のローキックを蹴るんですけど、相手がパンチ打ってる時には
前足に重心が乗るので、ほぼ確実にローキック入ります。なのでそれを、だからこれも同時ですね。もうスピード勝負なんで、あんまりガーンってこう入れちゃうと遅くなっちゃいます。なのでジャブ的なローキック、足の甲 でこれはカウント、捨て身じゃないので捨て身が必ず、でもほぼ同時にパパンパパンっていうリズムでやる。